おはコンコン、アッシュです。今回もアークモバイル実況やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、久しぶりのねゲーム実況となります。ちょっとね流行り病に侵されてしまいまして、喉がずっと死んでました。はい、もう今はね元気です。そして今回はこの前のダンジョン攻略のコメントであったステータスを公開していきたいなと思います。はい、ちょいちょいねステータス言われて、去年撮影した動画の URL をねずっと貼ってたんですけども、今回はね2023年バージョンのねステータスを公開していきたいなと思います。まあ、前回と比べてまたねステータスを変わりまして、ワイルドワイプトニックを飲んだりとかしてエングラムとステータスをリセットしてやっておりましたので、多分ね去年とはちょっと違うステータスになってると思います。では早速紹介していきましょう。ここから見れるっけ、いけますね。はい、こんな感じですね。うん、他のねサバイバーの人がどういう振り方をしているのかちょっとわからないんで、ちょっと私独自のやつですまあね、こうやって見たらちょっと体力とスタミナが多めにとってあって、体力も食料値と水分も多めにとってます。多分ね一番ね振ってないのがね酸素量ですね。これほんまに10振ったかなぐらいですね。正直酸素ボンベがスキューバー装備があるので酸素はいらないかな。うん、初心者の人はねいると思うんですけど、結構ね終盤の人間からしたら酸素量はちょっといらないかなと思って、あんまり振ってないです。はいはい、忍耐力 34.6、 これはね結構必要まあ体力とスタミナと比べたらそんな必要じゃないんですけども、暑さと寒さの耐久力が上がって、なおかつ昏睡値の上昇をちょっと軽減することができるので、このダンジョンのトロードンなどには結構役に立ちます。まあ、一発で寝るんですけどね、2、3発くらいは寝るんですけど、まあ一発で眠らないならよしかなと思っております。はい、近接攻撃もねちょいちょい振ってます。はい、剣で戦うことがね多いので近接攻撃は結構振ってます。はい、重量もね結構ね、私のところもね地面がね、これ見てくれたら分かるんですけど鉄なんでね、解体したら結構重量かかっちゃうんで振ってます。はい、あとなんだろうね、あと作業速度、これも振ってます。はい、鉄をね生成するのにね時間かかっちゃうんでね、はい、効率化を目指してやってましたので昔はねだから結構多めに振っております。セーブめっちゃ入んな。え、さっきもセーブ入らなかった、なんじゃいまあこれぐらいかなステータスは。うん、あとねショットガンと剣のねやつ教えてほしいって言われたんで、はい、耐久性が3066でダメージが279ですね。これ結構高い方じゃないかな。うん、まあ実は倉庫にね、この拠点の倉庫にダメージ300ちょいのやつがあるんですよ。でも耐久値がちょっと2000ちょっとしかないっていうまあ安定性を考えたらこれかな。はい、剣こんな感じ。耐久性466、ダメージ637、これだいぶ強い。これねどっかのね洞窟を周回した時に設計図が出たんじゃないわ。そうだ、あれや、定期的にあるマップ上にプレゼント箱が落ちてる時に拾ったやつ、本志向の剣超ラッキー。これねめちゃくちゃ強い。確かこれはね量産バグ
してなかったんで、これ1本しかないです。これちょっと耐久値があってダメージが500兆のやつは量産してるんですけども、これ量産したらよかったね。その時はあんまりやってなかったさあこれぐらいかな。あと人参とかね、毎回持ってる思考の松明結構強い、耐久値あるさあこれぐらいかな。何分動画撮ったかわからないけど、ちょっと軽くね拠点をリニューアルしたんで、それもちょっと紹介しよう。とりあえず寝ます。はい、おはようございます。はい、拠点ちょっと改良したところがあって、ここ全部鉄取っての、この壁、これはなんかちょっとこの金庫がね見えるのがちょっとねあんま良くないなと思ってやってます。ここら辺はあんまり変わりないかな。ここら辺はこのレプリケーターを上にあったのを下にやりました。結局これが一番いい、ここが一番いい。ほんでこのエレベーター、これがね、これが毎回ね、これ気がねやります。これで行き来が楽になりました。もう結構はしごの方が使ってるんですけどね。はい、こんな感じ。はい、拠点これだけ他は何も変わってないかな。あとここちょっと変わってないな。あとここでっかい壁作って、門作って、グリッてやって、ブッてやって、門作ってビュッてやりました。さあこれぐらいかな。今日の動画はこれぐらいで失礼しますというわけでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイナラ、バイバイ。レベル上がってる。